それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。本日も解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。さあ、6日間開催で行われていますルーキーシリーズ第16戦スカパー JLC 杯オール新入固定、本日3日目を迎えました、はい。さあ、明日が4日目が予選最終日となりますが、うん、気になるのは得点率争いですね。そうですよね、やっぱりね、今回特にまあ新入固定ですから、はい、いい枠で乗れば優勝戦もいい枠なんでね、やっぱりね、まあ、当然ながらうちが有利ですからね、はい、だから何としてでもやっぱりみんな考えてるのは順位をいい枠で乗りたいというところですよね、はい。さあ、2日目終了時点で現在1位につけているのは、うん、川原弘明選手、うん、そして2位が松山翔吾選手、そして3位は長崎支部の吉田翔吾選手。おお、翔吾君頑張ってますね。頑張ってますね、うん。そう、昨日は本村選手と高木選手も白星を挙げていて、いやー、もう長崎頑張らんば頑張らんばですね、頑張らんば本当。ちょっとこう今日も活躍に期待がかかりますよね、はい、はい。本日も熱い戦いにご期待いただき、最終レースまでお楽しみください。さあ、それでは本日も長谷さんには、本日の注目レースを挙げていただきましたので、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、本日の注目レーサーに野中一平選手を挙げていただきました。さあ、注目ポイントお願いいたします。スタート一気に平然と逃げる。スタート一気に平然と逃げる、なんかね、ちょっとね、日本語としてはおかしいんですよ。一気と平然ちょっとね合わないけどね、なぜかわかりますかね。名前ちょっと野中一平君とかがちょっと一と平をかけちゃったっていうところですね。もうそんなことばっかり考えてますよね。予想当てろと。いやいやいや。いや、でも野中選手ってやっぱね、スタート力のある選手でね、はい、出走表に乗ってるの見てみれば平均スタートはコンマ1、2。いや、もうボート界トップクラスのスタート力ですよね。はいはいはい。今節も今のところの平均数は11。あ、すごい。やっぱり持ちタイム通りにスタートを上げてますね、はい。ここまで成績は1着、3着、3着、3着、はい。昨日はちょっと1着なかったんですけどね、うん、まあ、昨日は前半はちょっとスタート放った分展開が悪くなったりしたので、ね、ちょっと合ってない部分もあったと思います。でも、うん、足自体はいいんですよねって言ってるんでね。じゃあもう船足問題なしなら、まあスタート決めて逃げてもらいましょう、はい。今日はね、はい、あの9レースから12レースまでっていうのは、まあ、初日のメインレース乗ったね A1 レースだから1号艇どん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 と登場するんですよ。そうですね。で、番組的に見てみるとなんか引退角というようなね、はい、番組が多いんですね、うん、なるほど。でここもね、まあ、川原選手が今ねオール2連台で好調ですよね。好調ですね。船足で言えば野中選手と4号艇、はい、そして6号艇加藤選手、はい、加藤選手昨日シンプレに変わったんですけど、はい、伸びとか全然悪くないと、もしくはいい方ですよね。だからそのペダが交換で悪くなったという印象ないですね。もう少し調整に詰めれば乗り心地、はい、出足関係もね良くなるんじゃないのかと思いますね、うん。対照的にこの2、3、5は船足物足りませんね。そうですか。まあ、A 級である3号で板橋選手なんていうのは、はい、ペラ叩き替えてですね、昨日は乗り心地には上積みはありましたと、うん。ただ前半レースが終わったと聞いてね、まあ、多分12終わったと聞いたらやっぱり乗り心地だけでしたね。あ、そうなんですね。船足も弱いけど出足も良くはないんで、だから乗り心地だけが来てるんで、まあ、なんとかレースはできるかなとは言ってましたね、はい。でも野中選手はやっぱりね、インの一着率は半年間はまあ 82% 高いし、高いですね。11走連続2連対中、はい、なんかまあスタートが早いということで、まあダッシュ勢よりもスタート行くと思ってんでね、はい、押し切ると。そしてモーターの E4 番と6番、ここダッシュ勢が相手、はい、うん、なるほど。本戦の回目はちょっと絞れば146、164とかちょっとなと思ってるんですけどね、はい、ただやっぱり抑え板橋選手も乗り心地だけは上向いてるんでね、はい、まあ、ここにね印も回ってるんでね、はい、まあ、抑えてまあ合計6点というところで6点参りましょうか、はい。まあ、抑えでは板橋選手の2、3着も、はい、はい、挙げていただきました。ということで本日の注目レーサー、うん、野中一平選手挙げていただきましたので、ぜひご注目ください、うん。それではいきますよ、はい、せーの。困った時の長谷田の海。さあ、
やってまいりました。昨日の長谷頼み、困った時の長谷頼みというのが穴の匂いって言って、本当穴が出ましたね。はい、はい、満州でしたが、満州決着でした。僕の狙ってた選手は攻めていったけど、はい、攻めきれずに展開が向いてズコーンとなって後輩となって、スタートした瞬間はやったぞと来た来たと思いましたよね。思いました。もう来たぞ来たぞと、はい、でも来なかった。まあ、でも穴の匂いはちゃんと嗅ぎ分けているので、嗅ぎ分けたけどね、さすがです。そこはいやいや、そこはでも、でもね当てなきゃ意味がない。でも今日もやっぱり、まあ、昨日満点4本でしょ、まあ、4本出ましたね。今日はね、かけていれば、はい、インに1号艇に強い人はいるけど、まあ、4号艇とかに結構ね逆転候補がいたりしてね、本命で収まりそうで、もしかしたらその逆転というところもねあるような気がするんですよ。なるほどなるほど、はい、じゃあ今日もちょっと穴の匂いをねちょっとね嗅ぎ分けていただいたので、はい、そちらのフリップご覧いただきましょう、はい、さあ本日の困った時の長谷頼み第6レースを挙げていただきました。ちょっと早めの出番ですね。気持ち早めですね。いやー、今日悩んだんですよ、はい、どこのレース出そうかな、先ほどに今9から12は A1 選手が1号艇にいるんで ね、まあ、そういうところの方がちょっとね穴になる可能性はあるんですけどね、はい、でもちょっとね、まあ、まずここの6レースですね、はい、まあ、金子選手が1号艇ですね、はい、まあ、ここまで1着はありませんけども、6、3、2、4着、はい、1走目は悪かったんですけど、ペラ叩き替えて、うん、出足関係、回り足関係良くなってきたと言ってました。なるほど。で、先ほどね、まあ、後半です、10レース出る加藤選手の船足がいいのでね、はい、そうですね、ということはもう金子選手が、まあ、ここででは金子選手は出足関係良くて、加藤選手はまあ直線系がいいかなって、はい、4号艇新海選手は出足関係はいいと思います、はい、ということで ね、船足考えれば、まあ、1の1が逃げた時も、まあ、新海選手がレースもうまいんでね、はい、出足がいいんでね、彼がまあ2、3着には入るだろうと。なるほど。で、まあ、加藤選手は多分1、4、2、1、2、4入れてくだけども、やっぱりマトリ選手ね、はい、地元でね、はい、マトリ選手悪くないんですよ、動き、モーターは 22% で動き悪くないんでね、はい、しっかりスタートも今節は頑張っていってるんで、なんとか粘ってというところで、はい、彼も入れてのまあフォーカス本戦はこういった回目を出しました。内寄りのフォーカス上げていただきました、うん、さあ気になる狙い目ですが、やっぱり新海選手の昨日はね、陰線で新海心配ないさなんてね偉そうに言ったけどね、原田最長選手2コースからまくられましたね。あれすごかったですね。ただあれは原田選手が言ってたんですけど、はい、もうあの2コースからまくるしかね方法なかったっていうのが、新海選手の船足がいいので2コースから刺しても届かないだろうと思ったんで、思い切って2コースからまくりに行ったらハマったっていうこと。だから新海選手もまさかねそこにね原田選手がまくってくるとは思わなかったようなんですよね。なるほど。でも出足回り足やっぱりしっかりしてますよ。そうですよね。ただ新海選手の勝ちパターンというのがあんまりまくりは多くない。まあ、はい、彼は自在派なんですよね、うん、もう展開見てうまくさばいてるような感じがしますね、うん、今節は、まあ、レース見てても刺すレースが多いように見えるんでね。そうですね。そうなれば刺せばやっぱり内側なんでね、はい、やっぱりちょっと新海選手インで負けた借りを角で返すという倍返しだーってところですかね、うん、で僕もそこでね乗りたいんでね、はい、まくり刺したらうちの2人で1、4、1、2、4、2、1かなと思うけど、はい、大きく狙えばっていうのが、はい、新海選手が角からスタート行ってね、もうとにかくうち叩く展開になってくれたら、はい、と思ったんですよね、はい、ただ一つね、金子選手がナイターの方がいいとは言ってました。ということは、ね、昼はちょっとまだ課題があるのかな。加藤選手は昨日までの平均スタートはコンマ20とちょっとあんまりいけてないんですよね、はい、だから新海選手が角から思い切っていけば外にも出番。なるほど。でなおかつね、この宇部方選手と4554折り返してるっていうのが、そうですね、宇部方選手まだ外からしかレースしないんですよね、 C56 ダッシュしかね。そうですね。ただ今年は5コースから4勝してて、はい、その勝ちパターンというのはまくり出しが多いんです。だから新海選手が行ってくれたら宇部方が来るかな。宇部方ね、来てほしいな。せいよー。せい
てくれということでね、はい、4554を折り返して46、中村選手は展示タイムが出てて伸びはいい、ただもう少し乗り心地が欲しい、なるほど、いつもは伸びがちょっと弱くて乗り心地がいいんだけど今回逆で伸びが良くて乗り心地がもう少し、だからもうちょっと調整しますと言ってましたけどね、だから4が行ってくれた時は進入工程だけど外が面白いので、うん、そう 外へのフォーカスというのを出してみました、はい、大きく狙った時は外枠ですよね、そして基本は穴は長せということでね、はい、分かりました、ありがとうございます。以上第6レース困った時は寄せ頼み、本戦そして狙い目、そうこのように上げていただきました。だからもう新海くんが昨日インで負けて悔しかったけど今日はねここでもう一回4号艇がね、行くけどね、はいはい、後半11レースが陰線があるんでね、はい、今日十分巻き返し可能な番組と思ってるんで ね、ここのちょっと前半の6レース注目しましょう。注目です。はい。はい、ありがとうございます。以上、このように展開予想を挙げていただきましたので、ぜひ参考にされてお楽しみください。本日も解説をしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明成記者でした。長谷さん、本日はありがとうございました。